スプツアドミチック天国パイオニア風任せバンゾンです。もう訳がわからない状態ですが、なんでここはこんな英語の看板なのに、さらにみんなのいたずら削りでもう何も読めなくなっている。さあ、ここは、どんなところかと言いますと、こんな感じの綺麗な東屋も作られておりまして、山の中ですね、アシスタント AI さんはかなり眠い状況の中、さあやってきました。ここは、東京都の、島嶼部唯一の村だと思います、檜原村に来ております。払い沢の滝です。ブブブブブブブ、今日は全部一人でやります大江さんは眠そうなので一人でやります、ブブーです。発沢の滝と、読むんだそうです、日本の滝百選ですね、東京都唯一の日本の滝百選だと思われます。2014年、2月なんですけども、さあ見事になかなかいい勢いで落ちてますね。大江さん、わこれ上あるね、2段になってるんだ。はい、でもって大江さんあれだね、真冬の滝っつな悲しいね。なんか木が枯れまくってるから悲しいですね。はい、よいしょ、発沢の滝に到着しました。わ4段もあるんだ。1段目は26メートル、全部を合わせると60メートル、ほうだそうですよ。で、本当なら真冬こちらの滝は、凍りつくそうなんですが、つまり昨年の袋田の滝と同じように我々アドミチ隊はまたしても氷瀑に出会えずに、見事全く凍ってない見事な滝に到着です。わあ水がきれいなことで、どうですか、眠い OAI さん、感想は。きれいですなんかちょっと久々に多くを語らない大江さんがやってきた感じがする。はい、なんかネットで見たらこれ全部凍る写真もありましたよ。はい、今年はつまり思ったエリア冬はあったかいんですね、関東は。はい、久々の滝です。ではでは、そんな感じで発沢の滝でした。あ、車駐車場止めると、歩いて15分と書いてあります。やや登りますけど、まあでも思ったより辛くなかったかな。うん、売店的なものはないのと、あと駐車場のそばにトイレは一応ありました。で、駐車場、トイレからちょっと登山道みたいのを歩くと、ギャラリー喫茶がありましたね。せいぜいそのぐらいしか、観光的、まあ休みどころみたいなのはなかったですね。ただ駐車場も無料ですし、いいと思います。奥多摩だねということで、
相当風任せでやってきた奥多摩で滝に出会えたドミチタイでした。チャオ。なんでこんなとこに会津木綿のシールが貼ってあるんだ。